将棋将棋の先鋒拒否者相掛か,かり鎖釜、銀鎖釜銀は、将棋の先鋒の一つで、あと、鉄外が、先手腰掛け銀などに対して指す相掛か,かりの一種、諸突銀先鋒とも呼ばれる。飛車と銀将の動きを鎖釜に見立てている。先手腰掛け銀に対する後手鎖釜銀は、1950年代に、橋を発する有名な将棋である。鎖銀の将棋として、 一号局が1956年度、第9期準位戦 A 級、塚田正夫 VS、増田構造戦で、他に1960年度第14期準位戦、大友昇 VS、いがら豊と戦や1983年度縦断戦予選と、同年の、将棋世界5月号、上席実験室での、鈴木輝彦 VS、田中虎彦戦、などが知られる。また、 鎖釜戦として、1963年度、東京新聞記戦の、内藤国夫 VS ナダレンテラシ戦や、塚田正夫 VS、花村元次戦などが知られる。つの鎖釜銀の例で、先手の五六銀に五四銀なら、普通の腰掛け銀戦であるが、後手七四銀とするのが、いかにも、四首度売券愛用の鎖釜を彷彿とさせる。文と振れば、 人間の頭蓋骨を砕くにたる鉄の鎖が差し詰め、八二比で銀は鉄の玉に見立てられる。名付け親は加藤二郎とされており、現役時代南県と言われた高柳敏夫名誉九段の得意戦法として知られた。五四から六五銀のガッチャン銀を狙わず、先手からも狙わせずに七四から八五銀とおとなしを狙うのである。 八五に進出させないよう七七 k の手はあるが、消極的な受けでは、5手の思うつぼであるので、図のように勢い四五銀六五銀以下線手が二三銀まで進出する局面となる。塚田 VS、マスダ戦は、一筋の符を付き合った形で二三銀符なりとなり、以下八八角なり同銀に4四角三六飛三五歩二六飛二六七銀なりで、5手が有利となったとされるが、 その後3、4、銀なりに7、8、なり、銀とした手が、握手で、4、4、なり、銀、同歩に1、ひなり、8、8、なり、銀、4、3、桂となって、先手が勝利している。先に2、5歩同飛、1、3、桂に1、ひなりとして、桂馬を逃がしていれば、後手よしであったと言われている。鈴木 VS、田中戦は、十段戦の方は、塚田 VS、増田戦、同様、一筋の歩を突き合った形で8、8角なり。 同銀四四角に三二銀不なり同銀二四。比として、以下六七銀なり四四比七八なり銀六、四比と進んでいる。この後八八り銀であると六二歩が通打なので、五四銀と四六二歩に同比を用意したが三、一角として、以下先手が勝利した。定石実験室では、二四比以下後手は二八歩と変化し、難解な局面に突入し、最終的に後手が勝利している。 局面解明を担当した鈴木によると、この将棋の結論としては先手が少し良くなる定石で、あるが、後手もさせるというもので、これは後手が良しとなると、先手の相か,か,かりが成立しなくなるからであるとした。なお鈴木は、塚田 VS、増田戦をもとに以前、将棋世界史で36比の局面で36比を正解史とする。 検証問題を出題したことがあるが、24比までの順はその時、回答手順にあったようで、同手段は1973年に、二上達也 VS、芹沢白文戦で刺され、二条としてはこの順になったら、刺そうと20年来温めていた手であったという。二条 VS、芹沢戦は64比以下63歩同比なり後に、銀66竜88なり銀2 6 3歩、以下戦手が勝利している。 同年規制戦予選で、鈴木は、鎖釜銀河をもって、二条を先手にして、端布が九六歩一四歩型で対戦しており、後手五四銀の局面で今度は六三歩とし、以下六二歩三一角六三歩六六広く二玉に、先手は九六歩型であるので九七角とし、後二金に七二歩以下先手が勝利する。ありがとうございます。